彼女の名前はマリちゃん。山奥のブラック企業に勤める会社員だ。毎日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 会社にこき使われ、ついに爆発、そしてついに辞表を提出、一週間後に退職する運びとなった。結局出社しちゃった。にしても昨日のは一体何だったの？さすがに今日はいないよね。もうなんで山の中に会社なんて建てちゃうの？自然と一心同体になろう。でさ、ほんとバカみたいな社風。早く潰れたらいいのに。あ、しかも今日は雨か。なんですかそんなところから顔半分出して。え、あいついない？いや、なんかキャハー。てか歯の数多くないですかねー。うおはまだ心の準備ができてないのに出てくるのやめてもらえるかな？かな？あれ？怖いですか？怖いよ。お前らは画面越しにしか見てないから怖くねえんだよ。マリちゃんも画面越しに見てるはずなんですけどねー。あ、撮影の裏側は見せないで恥ずかしい。私は今完全に主人公に憑依してるんだよ。逆にお化けに憑依されないといいね。てかこんなところにゴミ箱なんてあっただろうか。しかも50個も入る。は？バカなの？鬼なの？お化けですね。あー、バカとか言ってすみませんでしたー。すごい。歯の数が天才的。ちなみにこのスタミナゲージがなくなったらご臨終です。わかりましたよ。ゴミ50個拾えばいいんだろ。でも私の手小さいから1個ずつしか運べないんだからな。比率おかしくない？は？なんで10時まで働いた挙句ゴミ拾いまでしなきゃいけないんだ。マリちゃんきっと神様はこの行いを見てくれていますよ。見てるのお化けだけどな。え？やっと1個？これ地獄じゃね？雨だから走ったら幸恵さん来ちゃうし、奥にもゴミ拾いに行かないといけないし。あー、なんでですか今走ってないじゃないですか。これじゃいつまで経ってもゴミ拾い終わらないじゃないですか。マリちゃん水たまりに入ると足音が鳴るよ。それ早く言えや。はい、音立ててすみませんでした。私あなたのためにゴミ拾いしてるんですけど。さあ念願の50個目だぜ。一体何時間かかったんですか？1時間ですけど。暇なの？ぶっ飛ばすよ。これはもうお礼にロールスロイスでももらわないと割に合わないね。ロースハムでいいです。ダメです。さあ50個コンプしたお礼は。ミス。マリちゃんはゴミをゴミ箱に入れられない。さあ果たして50個コンプの先に何があるのか。ミス。マリちゃんはゴミをゴミ箱に入れな。幸恵さんごめんなさい、すみません、わざとじゃないんです。マリちゃんは全くじらすんだから、ドラムロールの無駄遣いはやめてくださいよ。次は必ず入れてみせる。もう十分よ。え、幸恵さん、お礼は？ロールスロイスは？そこでなんかチラチラしてないで。もうこのサイロースハムでもいいんで。それか私の1時間を返して。それは到底無理な話。あ、もう帰るわ。やってられねえわ。でも今日ぐらいはもう襲われなくて済むんだろ。じゃないとマジでやった意味。幸恵さんも心なしか微笑んでるように見えますよ。これでマリちゃんは許さ、どこが許されたんだよ。ゴミ拾って襲われて全然いいことねえじゃねえか。はぁ、ほんとついてない。いや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 、幸恵さん何ハッスルしちゃってんのよ。スタミナ回復してない状態で2回も襲ってこないでよ。黒江さん、そこどいて。今のは黒子さんですね。どっちでもいいよ。もうここまで来れば橋。はい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 、二段なんかしちゃダメですよね。肝に銘じておきます。はぁ、疲れる。おい、この動画みんなちゃんと怖がってくれてるんだろうな。怖がってくれてないですね。むしろ笑われてますね。怖がって欲しくてやってるのに。え、なんでまたいるの？目見えてないの？気持ち悪い。なんで私ばっかりこんなひどい目に。もう怖すぎるから明日、大川さんに一緒に帰ってもらえるか。聞いてみようかな。はぁ、ほんとついてない。なんでこんな時に大川さん休むの？しかもナミちゃんまで来てないし。今日のスケジュール全部台無し。休むならせめて事前に教えてよ。もうこの道、一人で帰るの嫌だよ。はーん、こりゃ大川と波怪しいな。は？そんなわけないだろ。だって大川さんと私も。危ねえ危ねえ。大川さんと何かあったっていうのか？な、何もねえし。てかまたゴミが散らかってるじゃねえか。昨日あんなに片付けたのに許せねえ。もう今日は知らないからな。なんだ、どこかに電話がある気がする。よくわかりましたね。音すらしませんけど。ほら、幸恵さんが音の鳴る方に反応してるだろ。幸恵さんの扱いにも慣れてきたな。全然嬉しくない。誰かの忘れ物か？全く勘弁してほしいぜ。これどうやって出ればいいんだ？オタクガラケーですか？いや、今ここで出るのは危険すぎる。幸恵さんが音に反応するからな。あわわ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 。幸恵さんがいるのに他の人の電話に出よう。幸恵さんったら束縛がすごいんだから。しょうがない、スマホを投げながら家にも近い。いやいやいや、幸恵さん向こうに音がするやつあるでしょうが。はぁ、まいった。幸恵さんがいない隙に拾っ、わーすごいな、敏感だな幸恵さんは。なんかもう面白くなってきた。全然面白くないわ。スマホ早く投げないとまた。あー、そうだったわ、音に反応するんだったね。幸恵さんゆっさゆっさしないで。おーおーぺ、あのやられた時に言うおーぺも全然意味がわかんねえよ。おじちゃんがよく単出す時にやるあれかな。それはかーっぺだろ。ちょっと何言ってるかわかんない。お前が言い出したんだろうが。よし、幸恵さんがいなくなった隙に持って。よし、まだ復活してないに。まだ、いや今私音出してないじゃん。何かもう音とか関係なく私を襲いたいだけなんでしょ。はぁ、はぁ、はぁ、あれ？スマホは？幸恵さんゆっさゆっさしてる隙に向かえてくるんだよ。私幸恵じゃないよ。おば、けだよだよ。そんな奴もいたな。こんなところにあったのか。なに？
これ、いやまだスマホ持ってないじゃないですか、嫌だな、やめて。もうそろ吐く、ゆっさゆっさされすぎて気持ち悪い。てかなんでゴミが宙に浮いてるんだ。ポルターガイストですね。え？これ以上スマホを投げるわけにはいかない。もう壊れる限界なのでは？なんでそんなこと私にわかるんだよ、ジョブズか。ジョブズでも壊れるタイミングはわからないと。これだけ襲われたら走るわけにもいかないよね。だって走ったらスタミナ使うんだもん。マリちゃんがカーソルを押す速さが速くなって嬉しいわ。だって早く押さないとこれ回避できないだろ。スタミナが、もう走ってしまえ。これじゃあいつまで経っても家に帰れない。そして電話。しつこいんだよ、てか襲ってこない。このまま突っ走って、もうスタミナないです。そしてマリちゃんは、このステージがただの鬼畜ステージだということに気づく。そしておっぺ、もう15回は聞いた。ははあはははははは、なんかもうどうでもよくなってきたなぁ。精神が崩壊していた。もういっそこのゴミ、ははあははははは、は揺れる揺れる。あ、また方向転換させられてる。意外と正常だった。あ、これ意外といきそうですよね。そんな甘くはないですよね。でも私もうこれ15回もプレイしてるんですって。また方向転換。絶対に帰りたいマリちゃん VS 絶対に返したくないサチエさん。これはいわばここだけ勝負なのです。いやもう頼むから返してくれよ。勝ち、サチエさんの勝ちでいいから。いやだから戻そうとすな。もう少し、あと少しで着くんだ。ははわー、電話出てあげた方がいいよね。はい、もしも。なみ、心配したで。お前今どこや。すいません、このスマホを拾ったものなんですが。あ、そうだったんですね、すいません。あの、〇〇の交番に届けておくのでそれでいけます？あ、助かります。それでお願いします。この声、誰かに似てるような。まあいいや。どうして土日も出社しなければいけないのでしょうか？私にはわかりません。もう十分働いてきたじゃないですか。大川さんと奈美ちゃんは今日も来てなかった。なんか音信不通らしいけど、ずるい。私は頑張ってるのに。なんで？あ、もう私は今日はまっすぐ帰るから。ゴミが落ちてようが帰るから。幸恵さん、今日は私直帰させていただきますから。直帰も何も、前家に帰るまでの出来事なんですけどね。大体こんなに散らかしてるのって幸恵さんなんじゃねえのか。散らかしたら自分で片付ける、それが当たり前だろ。いい大人なんだからそういうマナーは守ってほしい。すいません、名前聞きました、許してください。そうですよね、幸恵さんが散らかしたら私が片付けるんですよね。わかりました。これにゴミを集めろと言っているんですか？嫌です、帰ります。ああ、幸恵さんいじけちゃうな。知らねえよ、かまってちゃんかよ。さ、帰ろ帰ろ、今日は早めに帰れそうだぞ。なんだあれ。マリちゃんの親戚じゃないです？確かにゴリラっぽい。いや、私の親戚ゴリラじゃねえから。いやでもこれゴリラだな。絶対ここホラーな場面なのに、この BGM とゴリラのせいで全然怖くないですね。私は視聴者さんを怖がらせたくてやってるのに。なんかわかんねえが、あのゴリラは虫だ虫。あーもう無理、あと2日もある。やだよ、何かあいつを成仏させる方法ってないの？もうどうすればいいの？誰も助けてくれない。私はゴミだ。明日で最後。結局新人ちゃんに仕事を教えることに。てかさ、送別会もないの。悲しすぎない？もしかしてみんなに嫌われてる？私っていい人間じゃなかったのかな？ゴミ、ゴミ、ゴミ人間じゃん。結構めんどくさいやつですね。いや今幸恵さんのせいで精神がおかしくなってるだけだから。大体こんな会社の奴らに最後祝ってもらいたいですか？私は忘年会とか大嫌いでしたから。それ中の人の話だろ。え？てか幸恵さん怒ってるの？昨日私がゴミ片付けないで帰ったから。もうあれ、すぐつける気満々です。おお。音を鳴らした瞬間にすぐつけられます。あ、なんだ、じゃあゴミを避けながら進めばいい話じゃん。楽勝だぜ。はい、私はゴミを踏みました。ゴミです、ゴミ人間なんです。いやー、なんか楽しくなってきたな。ふう、気をつけよ。いや、なんか全然楽勝だったわ。もう家もすぐそこだし、幸恵の扱いにも慣れて。わかった、一回ここでゴミに引き寄せてる間に進もう。今だ、後ろを振り返らずに進め。やめてやめて、もう私を地面にさせてくれよ。私が何したって言うんだよ。この言葉が幸恵には届かなかった。っていうか今更だけど、この BGM で合っているの？これ以外ないね。そんなことはない。てかさっきからこのタイミングで電話してきてるのは誰なのかな？かな？そうですよね、マナーモードにしてない私が悪いんですよね。絵面が全く変わらないんだけど、なんかウケる。ミスったー。はい、おっぺいただきました。もう私は頭がおかしくなるほど聞いてんだよ。ほら幸恵、圧巻取ってこい。ペットかな？もはや幸恵ペットかな？お？幸恵気づいてないんじゃね？いける。かつてないほど近づいてる。じゃあな。よし、次はジグザグ走行だ。これで幸恵は私の姿を捉えられぬまい。いや、幸恵は目が見えてないみたいだから。でもどうだ？ホラーで鬼畜って何？どんな嫌がらせ？いや、こんなに鬼畜なゲームとは思わなくて。このステージ2時間はやってるよ。なんならノーカットノー編集で動画投稿しようか。誰が見るんだよそんなの。もう嫌だー。今ぐいーん、後ろ向かされましたね。やめろ、話せ。私はもう家に帰るんだよ。帰らせてくれよ。え？あ、もしもーし、大川です。え、大川さん、どうしたんですか急に。あのさ、マリちゃん明日で最後やんな。せやからマリちゃん家で送別会したいなと思って。え、めっちゃテンション上がります。ぜひ。よかった、ほんなら明日仕事終わりに行くわな。はい、待ってます。これで明日も頑張れる。
やったー、終わったー。またこの道で帰るのは嫌だけど。今日、大川さんと二人っきりで。しかも私の家で送別会とか、想像しただけでにやけてくる。今の私は無敵だー。お化けでも何でもかかってこい。あー、この子バカなんですね。ていうか大川がゴミって話。おつまみいっぱい作っちゃおっと。え？なんだこのメモ。2019年4月23日火曜日、大川のやつ、いろんな女社員に、手出しとんな。クソが。仕事できるからって。いい気になりやがって。この席は絶対に渡さんからな。あ、いいこと思いついたわ。は？なんだよあのメモ。大川何ともでってんで？喋り方引っ張られてるで。今日はゴミも落ちてないしなんて日なのかしら。幸江さんもいないしなんて日だ。人の男、とって何が楽しいの？モテ遊ばれてるってのが、わからないのかしら。ほんと、見る目ないわね。何のために目がついてるのよ。もうあなたに目なんて、必要ないわよね。え、目が、目が、急なムスカ。そういえば幸江さんも目が見えないんだったな。もうみんな見る目がないんだから。目が、またこのお家かよ。